形ですけれども、まあ、真四角にしていただいてもいいですし、うん、三角でもいいし、うん、まあ、できるかどうか丸でもいいと思うんですけどね、うん、デパテルとたまにぶつかったり、子供がちょっと頭をぶつけちゃったりするとか、うん、まあ、可能性はありますもんね、はい、それのちょっと工夫ですよね。そうですね、まあ、いろんな要素があってこういう風にするといいかなというふうには思いますね、うん、はい、あとここの下のところにもこのセットがありますね、はい、ここもあります、このセットが、はい、やっぱり20畳ってかなり広いです、本当に。でかなり広いんですけれども、ポイントは、ここでのポイントの場合は、まあ、弊社よくやるんですが、この天井高ですね。天井高が2メーター65センチぐらいあるんですね、ここ。で、一般的な、まあ、通常のって言っちゃうとちょっとまあ、語弊があるんですけども、この高さが2メーター40なんですよ、これ。通常2メーター40の天井高っていうところが多いんですね。で、2メーター44でこの高さでずっと向こうまであるっていう空間と、ここからは2メーター65センチありますよっていう空間と、広さ感が全然変わってくるんですよ、うん、なんとなく想像つきますかね、うん、僕らが見てるから分かりますね。そうです、なかなか画面になってます、なかなかどうですか、あー画面になってます、言ってることは分かると思います、はい、天井高が2メーター65センチでだいぶ高くなってるので、広さ感っていうのは同じ20畳でも2メーター40の高さの20畳よりは広く感じると思います。はい、で、こういうふうに梁が出てくるので、まあ、これも一つのアクセントになってきていいかなと思いますね。で、ちゃんと、まあ、梁もですね、床材のこの色に合わせて、クリア塗装してます。あ、塗装してるんですね。クリア塗装してますね。まあ、全体的にっていうか、こうナチュラル、なるべく、まあ、可愛らしいんですけれども、ナチュラルにシンプルに近い感じに可愛らしい。そうですよね、素敵ですね。やりすぎてないっていうことですね、うん、そして、じゃ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 、はい、ここが洗面スペースなんですけれども、ここのところにこれから鏡をつけます。はい、鏡をつけます。ということで、要はユニットになっている洗面ではないんですね。洗面の下だけで、上は鏡は自分たちでつけますよということで、まあ、自分たちでつけます、後付けという形になってまして、実は言うともう搬入されて、そこに置いてあります搬入されてますから、はい、それはこれから施工していただく形になります。当然下地もちゃんと入れてますので、ちゃんと施工できるようになっています。で、こういうふうにすることによって何がメリットかっていうと、一つにはやっぱおしゃれになりますね、うん、こういうタイルを貼りたりとか、うん、そうですね、これ照明器具なんかもこれセットのものじゃないので、すごくおしゃれですね、可愛いと思います、うん、照明つけて、あ、照明、そうですね、こんな感じですね、うん、照明すごく綺麗だと思います、ね、それとあとですね、まあユニットになっている洗面だと、ここの幅っていうのは多分、まあ、これぐらいかな、大体10センチないぐらいかな、ぐらいの幅はあるはずなんですよ、それぐらいの空気があると思います、そうすると鏡この辺になるはずなんですよ、ちょっとここの広さ感っていうのが変わってくるっていうのもあります。ここ大体 1.3 畳ぐらいなんですよ、で、洗面の鏡かわいいと思います、かわいいし、機能性もありますし、こちらには一応歯ブラシ立てがあったりとか、まあ、ドライヤーを置いたりするのかなというところです。あ、じゃあもう次はコメントいいですか。はい、SK さんからおしゃれというコメントをいただいたのと、はい、ありがとうございます。あとね、上の窓は開きますか。あ、上の窓開きます、開きますけど、よいしょ、あ、開いてます。ステップだけど、ごめんなさい。ちょっとステップがないから。あ、開いてます。下は開いてるんで大丈夫です。そう、ちょっと開きます。すみません。これちょっと見えにくいんですけど、ちょっとだけ開くんです。うん、開きましたね。見えました、ね。僕の背だったら見えてるかな。ちょっと開く。ちょっと動いてますね。これで開くんですよ。
うん、そのチェーンのやつで動かしますね。これチェーンが今これ結んじゃってるんで、そうですよね。これ以上開かないんですけど、うん、うん、本来はそれを出会うってことですね。そうですね。ステップガードをこうやって取れるんですけど、ごめんなさい。一応開きます。開きますね。はい。開いた時、網戸は中っていうことですか？中です。開いた時の網戸は中ですね。はい。コメントありがとうございます。ありがとうございます。今、たまたま気づいちゃったんですけど、このタオルかけ、かわいいですね。あ、それはかわいいですよ。それはさっきからかわいいですね。タイルと同じものなんですけども、ああこれ
これね、ニッチね。ニッチ。これすごくいいですよ。こういうところに、まあ、ちょっと小物置いたり、まあ、飾りとか、うん、あとはそうですね、ちょっとお花飾っておくでもいいですし、うん、そうですね。これは標準ですか？これですか？これ、ニッチ。ニッチ？あ、タイルです。あ、タイルか。タイル。あ、タイルは、タイルはね、これ標準、まあ標準では入ってないんですけども、これ自体は、正直ね、そんなに高いもんじゃないです。はい。もうあの例えばお客様によってはなんですけども、自分でこういうタイルをホームセンターとかで買ってきて、うんうんうん、で大工さんの現場監督に言って、うん、ちょっとこれつけたいんですけどって言っていただければ全然つけることできますので、つけてもらった方がここ円なのでタイルとか綺麗に貼ってくれますよね。そうです、はい、ここがこうあの、まあ、R になってるので、はい、これできるのって、まあ、大工さんとかそうですね。普通の人はできないと思うんで。こうやりたいっていうのは 言っていいってことですよね、最後の方では。はい、頼みます、それは。コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ照明もね、これちょっと可愛いですよ、やっぱり。そうですね、さっきからこういう感じの可愛い照明がやっぱり、なんか光り方がすごい、ね、いいですよね。いいですね。照明もそうだし、ちょっと目をこっちに向けるとガラスブロックが3つ並んでるんですね、うん、これ、まあ、リビング側の方のガラスブロックなんですけども、うん、リビングの方からも見えるんですけど、うん、最高です、シルクっぽくて可愛いです、今のタイルの色の、はい、はい、シルク、ありがとうございます。そうこっち側からとこうなんです、リビング側からそう、そうなんですよ。これね、今日は雨で外行けないのはすごく残念なんですけどね。無理だなぁ、ちょっと。後で一緒に行きましょうか。外から見ると本当可愛いんですけど、外観が、まあ、プロマンスに近いような感じのお家なんで。はい。1階はまあこんなところです。まあ、LDK があり、玄関があり、まあ、洗面も、脱衣所とちょっとあのセパレートになっていて、お風呂が一応一坪タイプになってます。まあ、キッチンは先ほどご紹介させていただいた通りですので、1階でこれで15坪ぐらいのお家なんですね。はい、じゃあちょっと2階に上がっていきたいと思います。はい。